皆さんこんにちは。カリコのクッキング動画第2弾スタート、イエーイ。ということで今日はスノーマンクッキーを作っていきたいと思います。材料は薄力粉 60g とバター 25g と卵黄1個とグラニュー糖が 10g とお塩少々と、あとはですねスノーマンクッキーのねこのマシュマロをね、マシュマロとあとはデコペンでね顔とか描いていこうかなって思ってます。ということで早速レッツゴー。ボウルにバターを入れたのでクリーム状になるまで混ぜていきます。クリーム状硬いねバター、もうちょっと溶かせばいいかな。こうやって混ぜていきますね。はい、こんな感じです。ちょっとね光でこんな感じでクリーム状にバターがなったので、ここにですねお砂糖とお塩をですね加えて混ぜていきたいと思います。スー、ふわっとするまで混ぜたので、ここに卵黄をですね加えて混ぜていきたいと思います。ふっ、これは手早く混ぜるのがねコツです、ポイントです。なのでね手早く混ぜてください。これは本当に時間との勝負ですね。こんな感じで卵とねあのさっきのバターとかがね混ぜ終わったので、ここにですねこの薄力粉を入れてゴムベラで混ぜていきたいと思います。ね、ゴムベラでねこれを混ぜるのはですねもうさっくりとサクサクと混ぜていきたいと思います。混ぜたらこんな感じになりました。はい、ここからですねあの自分の食べたい大きさのね形に一つにまとめていきたいと思います。コロ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 、シュ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 、こうやって潰してクッキーのね形をねこういう風に作っているんです。これなんでこんなオレンジかというとですね、卵がオレンジなんですよ。こんな感じでクッキーの形ができたので、今からオーブン180度でね、10分から13分くらいね、焼いていきたいと思います。見えますか？ただいまですね、クッキーを焼いております。これは180度で、13分ね、焼く予定です。はい、こんな感じでクッキーが焼けたので粗熱を取ってデコレーションに移りたいと思います。粗熱が取れてきたのでデコレーションをしていきたいと思います。デコレーションに使うのがこのね小さく切ったこのマシュマロですね。マシュマロとこっちにしよう。これをねこう白ペンでこんな感じでね胴体をねないねこれ、こんな感じでやるじゃん。ちょっとチョコ混ざっちゃったんだけど、そしたらまでもちょっとスノーマンに見えるよね。うん、見える見える。みんなこんな感じでねやっていきます。スノーマンクッキー完成しました、イエーイ。可愛くできた。それではね早速食べていきたいと思います。うん、サクふわで美味しい。ホワイトチョコとこうねチョコもねちゃんとクッキーに合ってて美味しいです。みんなも作ってみてね。以上カリコでした。バイバーイ。